ホーム長野、前節から2人を入れ替えました。今日の11人、前節3バックからスタート、今日は4バックと予想しています。ゴールキーパー大内、4バック右から池谷、吉岡、秋山、今日杉井です。中盤に隅永、佐藤と坪川、そして前線は三田、森川、宮本、控えはご覧の通りとなっています。アウェーの岐阜、4バックでスタートと予想します。ゴールキーパー松本、4バック右から船津、服部、大西、宇賀神、ダブルボランチはヘニキ、庄司。試合前本田拓也の名前入っていましたが、試合前練習中のアクシデントでヘニキが急遽スタメンに入れ替わっています。右に菊池、左に乗っている藤岡、前線は宇都宮と石津。前節から3人入れ替えてきました。スタートの11人、控えヘニキが入っていたところ1人少なくなっています。2010年阪南大学から愛媛 FC に加入、2011年の J2 リーグ22節東京ヴェルディ戦で J デビュー、長崎を経て2016年に長野に加入、7年目のシーズンとなっています。プロ12年目300試合を達成しました。藤岡から宇賀神、前線ウンドカ、面白いボールが来る、ウンドカ、ウンドカ、ここは守備、秋山素晴らしい対応、ただいいボールが出ました。岐阜さあいい位置で奪って庄司、中を使う、先制岐阜、乗っている藤岡、公式戦5試合連発、今シーズン6ゴール目。やはりこの人、パスをカット、どかからヘニキに渡って、そして庄司、見えていました、狭いところを通して、さあ森川、宮本、今日2度目のビッグチャンス、この時間帯も高くいきます岐阜。間を使いながら佐藤、隅田がボールを要求しますが、佐藤自ら行く、宮本、宮本前を向く、宮本シュートは、今度は決めた、自らの打開、今シーズン3ゴール目、同点長野、59分、7試合ぶり、宮本同点ゴール。さあこれはオフサイドはない、宮本、松本が弾く、チャンスを作っています両チーム。さあ突破していく、かわして山中、大敗ピタリ、代わって入った山中の逆転ゴール、2対1長野、76分、長野パルセイロ、この時間に逆転、今シーズン2試合目の山中、
大卒ルーキー、アカデミー育ちのニュースター。監督交代後勝ち続けている岐阜、その横山監督の古巣で初めて土をつけるか。追いついた岐阜、最終盤追いついた岐阜、2対2、決めたのは久保田。外からのボール、長野の選手たちは今これはオフサイドなんじゃないかと抗議していますが、見る限りこれは得点になるでしょう。さあ久保田、横山監督は全員に上がれという指示。船津、足は出ない。そして長い笛。岐阜リーグ戦3連勝とならずも、最終盤意地で追いついて勝ち点1、敵地でつかみます。指揮官の古巣長野、昇格戦線のライバルと勝ち点を分け合いました。